r ー,ージン・スクラックスはアメリカ合衆国のミュージシャン。バンジョーにおけるスリーフィンガーピッキング奏法の確率と普及で知られる。この奏法はブルーグラスの特徴を決定づけた。彼以前にもスリーフィンガーピッキングを用いるミュージシャンは存在したが、スクラックスはビルモンローに彼のバンドブルーグラスボーイズに誘われ、バンドで演奏している間に、 スリーフィンガーピッキング奏法を進化させた。後に、ネットワークテレビジョンの人気番組じゃじゃオクマン、長者のテーマになった曲ザ・バラード・オブ・ゼド・クランペットの演奏を通して、彼の奏法は主流となっていった。スクラックスは、ノースキャロライナのクリーブランド軍、フリントヒルで生まれ育った。彼は、ジョージア・ルーラ・ルッペと農家で師匠のジョージ・エラム、スクラックスの手によって育てられた。 ジョージはバンジョーを弾いていたが、スクラックスが4歳の時に高い。彼の兄のジュニーとホレス、姉のウラマエルビーは皆、バンジョーとピアノの演奏をしていた。また、母は、オルガンの演奏を行っていた。スクラックスは1945年に、ビルモンローのブルーグラスボーイズに加入。スクラックスのアクセントの効いた、スリーフィンガーピッキング奏法は、瞬く間に人気を博す。 1948年、スクラッグスはギター弾きのレスター・フラットと共にブルーグラス・ボーイズを脱退しホギー・マウンテン・ボーイズを結成。後にこのバンドはフラットスクラッグスとして知られるようになる。1950年代にはフラットとスクラッグスはグランドオールオプリのメンバーとなる。1969年にホギー・マウンテン・ボーイズが解散した後、 スクラックスは3人の息子たちと一緒に、新しいバンド、R. スクラックスレビューを結成。1962年9月24日、歌手のジェリー・スコッキンズ、レスター・フラットと共に、テレビ番組ジャジャウマオク・マン・チョジャのために、ザ・バラード・オブ・ジェド・クランペットをレコーディングし、1962年8月12日にリリース。このテーマソングは、瞬く間にカントリーミュージックとして、 ヒットを飛ばし、毎話の始まりと終わりに演奏された。フラットスクラックスは、クランペットの友達として、いくつかのエピソードに出演。初登場では、番組の中で、フラットスクラックスの役を演じ、自身の曲パール、パール、パールを演奏し歌った。1969年11月15日、スクラックスは、ワシントンのモラトリアム 2& ザ・ホーインベトナムでの、 オープンステージでグラミー賞を受賞した自身の曲ホギーマウンテンブレイクダウンを演奏。これによりスクラッグスは反戦運動を支援した数少ないブルーグラス、カントリーウエスタンのアーティストとなった。演奏の後のインタビューでスクラッグスはこう語った。南部の人間ってのは通りを歩いてる人間であるとだけ考えられているんじゃないかと最近は思っている。俺は 俺たちの息子たちが家に帰ってくることを心から願っている。息子たちを失うことには、もう嫌気がさしているし、失ったことを悲しんでいる。もし戦争を続ける最高な理由があるのなら、俺が今日ここに立っていることはなかったはずだ。1973年1月、マンハッタンでスクラックスはトリビュートコンサートを行った。コンサートでは、ジョーン・バイズ、デビット・ブロムバーグ、バーズ、 ランブリン・ジャック・エリオット、ニッキー・グリッティ・ダート・バンド、ドク・ワトソンが出演した。コンサートは映像化され、1975年にドキュメンタリー映画バンジョマンとしてリリースされた。フラット・スクラグスはホギー・マウンテン・ブレイクダウンで1969年にグラミー賞を受賞。1985年にはカントリー・ミュージック・伝道博物館に登録される。 1989年、スクラッグスは、ナショナルヘリテッチフェローシップを受賞。1991年には、インターナショナルブルーグラスミュージックホールオブオーナーの、新会員となる。1992年、ナショナルメダルオブアーツを受賞。1994年、ランディ・スクラッグス、ドクワトソンと共にキープオンザ・サニーサイドを演奏し、 エイズのためのレッドホットオーガニゼーションによるチャリティーアルバムレッドホットカントリーに収録。2002年、スクラックスは2001年にレコーディングしたホギーマウンテンブレイクダウンで2度目のグラミー賞を受賞。この曲では、セカンドバンジョーソロをスティーブ・マーティンがエレキギターをビンス・ギルト・アルバート・リーがピアノをポール・シャファーがオルガンをレオン・ラッセルがマンドリンを マーティースチュアートが演奏した。アルバム R、スクラッグスフレンズでは、ジョン・フォガティ、エルトン・ジョン、スティング、ジョニー・キャッシュ、ドン・ヘンリー、トラビス・トリット、ビリー・ボブ・ソントンといったアーティストが参加した。このアルバムには、ジョニー・キャッシュとランディ・スクラッグスによって書かれたパッシンスルーが、イッツ、エーマイティ、 ワールドウィーライブインバットザトゥルースイズウィアオンリーバッシンスルーノックと共に収録されている2003年2月13日スクラックスはハリウッドウォークオブフェームでスターを受け取る同年彼とフラットはカントリーミュージックテレビジョンの最も素晴らしいカントリーミュージシャン40のナンバー24となる80歳になっても活発にツアーを行い2004年にはトロントオンタリオ ブルースフェスなどで演奏。2005年5月15日、スクラッグスはバークリー音楽学校から名誉教授の称号を受け取る。2006年9月13日、スクラッグスはアトランタのターナーフィールドでアトランタブレーブスのホームゲームのプレゲーム賞で表彰される。気候はバンジョープレイヤーのほとんど全員が演奏する曲にホギーマウンテンブレイクダウンを認定。 2008年2月10日、スクラッグスは50周年のグラミー賞でライフタイムアチーブアワードを受賞。2009年にはノースカロライナ音楽の殿堂に登録される。スクラッグスの妻はルイーズで彼のマネージャーも務めていた。2006年2月2日、78歳の時にナッシュビルのバップテイスト病院で長い闘病の末に高い。スクラッグスの息子はランディ・スクラッグス。 ゲイリー・スクラッグス、スティーブ・スクラッグスである。スクラッグスは、老衰により、2012年5月28日に、ナッシュビル病院で他界。彼の葬儀は2012年4月1日の日曜に、グランドオール・オプリの向かいのライマン公会堂で、開かれた。彼は、プライベートサービスによって、スプリング・ヒル墓地に埋葬された。2004年、スクラッグスの80歳の誕生日に、 カントリーシンガーのポーター・はゴナーは、アールにとっての五原番上は、ベイブ・ルースにとっての野球みたいなもんさ。彼にとっては、そこが最高の場所なんだ、と語り、これからもきっとそうに違いないさと続けた。ザ・アール・スクラックス・センターアメリカ南部の音楽と物語は2014年1月11日にシェルビーのクリーブランド・ヒストリック・コート・スクエアにオープンした。スクラックス・センターは、 アメリカ南部の歴史的文化的遺産が展示されており、音楽大使、アール・スクラックスの寄付によるものである。地域的、文化的、経済的発展の祖先となることを見据え、センターは来訪者、学生、地域住民への文化的貢献を行っている。アール・スクラックス、ドック・アトソンリッキー・スキャックス・フラットスクラックス、ありがとうございます。